小学生向け第2問。次のうち砂糖を使用したものはどれでしょう。1番水飴、2番蜂蜜、3番メイプルシロップ、4番べっこう飴。それでは1番から順に答え合わせしていきましょう。1番の水飴は×なんです。甘い水飴は一見砂糖を使っているように見えますが、実は砂糖を使っていないんです。水飴やさつまいもやじゃがいもなどのでんぷん類を原料としていて、水と少量の酵素を加えて加熱し、液状にしたものに酸または麦芽粉を加えて煮詰めることで出来上がります。水飴の甘さは酵素や酸を加えた際にできるブドウ糖の甘さだったんですね。2番の蜂蜜も×なんです。蜂蜜はミツバチが集めた花の蜜を蜂の巣に溜めておいたものです。溜めた蜜から不純物を取り除いたのが蜂蜜になります。ちなみに本物のクマは蜂蜜が好物じゃなく、蜂の巣の中にいる子供が好物みたいですよ。3番のメイプルシロップも×です。ホットケーキなどにかけて食べると美味しいメイプルシロップですが、こちらも砂糖が使われていないんですね。メイプルシロップの原料は楓の木の樹液で、集めた樹液を高温で煮詰めてろ過して不純物を取り除くことで濃縮されたメイプルシロップが出来上がります。ということで正解は4番のべっこう飴です。べっこう飴は砂糖と水のみで作られています。作り方は砂糖と水を軽く混ぜ合わせ、飴色になるまで鍋で煮詰めて、型やアルミホイルの上で形を整えた後固まらせて完成です。材料がたった2つで簡単にできてしまうので、お家の方とぜひ作ってみてくださいね。